どうもねねです。スターフォックスガード続きを遊んでいきたいと思います。クリピア C、ナンバー47ジオメトリーっていうマップですね。とりあえずスローカメラは近くに置いておいて、てかなんだこれ、すげえな。とりあえず7番はこれかな。これさあやりづらいね。かな。で行ってみましょう。よし、チャージショット。続いて、ダイソーランと暗殺者行ってみましょうか。またスイッチあるのか。なんでその床にスイッチなんか作ったの？敵が多いのは5番、6番、4番って感じだな。まあ、とりあえずこれで。6番。
か。いたんか。この子。もう一回。これやりづらいね、でもね。邪魔されすぎるっていうか。とりあえずこっち持ってきて、6番。4番か。成功。いやー、よかった。最終防衛ラインの死闘行ってみますか。ナンバー49。カメラの操作も大事ですよね、このゲーム。素早く移動して素早く敵を撃つみたいな。で、これゲージ長っ。敵多いな。ストレートで勝てるといいな。4番、2番、4番、11番、5番、いやー、投げたところが悪かった。
だよね。厳しい。もう一回。おじさんの基地だ。なんていうか猛攻撃だなこれ。4番。11番。9番。いや、カメラ壊されるんだよな。よし、いけた。めっちゃギリギリじゃん。もう ZL ボタン連打しまくりって感じ。すごいなこの熾烈だな。いやー、グリッピアの最終ステージ出てきましたね。最終ステージは次回やっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。